ニューネーデルラント、ニューネーデルラント、オランダ語、ニーブ・ネダーランド、ラテン語、ノーボ・ムベルテム、または、ノーバ・ベルジカ、英語、ニューネザーランド、1614年から1674年は、17世紀に、北アメリカの東海岸に、オランダが建設した植民地である。範囲は、北緯38度から45度に及び、もともと1609年に、 オランダ東インド会社のヨットハーフムーン号でヘンリー・ハドソンを発見し、アドリアン・ブロックとヘンドリック・クリスチャンズが1611年から1614年にかけて探検したところである。オランダ議会に提出された1614年製の地図で当時のネーデルラント連邦共和国診療度ニューネーデルラントの領有が宣言された。オランダ議会によって発行された直虚により、 私有商業的企業体として、ニューネーデルラントは1624年にオランダ共和国の植民地となった。同時に、ケープホットより機体のイギリスによる侵入は避けられないと認識し、北の境界は北位42度線まで下げられた。国際法によって、領土の領有権主張は単に発見や地図を作ったということだけでなく、入植も必要とされた。 1624年5月、オランダは、ノーテンアイランド、今日のガバナーズアイランドに30家族を上陸させ、国際法の要求を満たした。最初のニューネーデルランド植民地宣言は1614年に、なされた。これは、1609年のヘンリー・ハドソン船長が、率いるオランダ東インド会社のヨット、ゴーを使った、探検航海の結果としてなされたのだった。 この体験はオランダとスペインの間の12年間に及ぶ休戦期間1609年4月9日から1621年の最初の年に行われた。この期間単独で武装しないオランダ戦でもスペインという敵国家は攻撃されない状態になっていた。この休戦でハーフムーンが大西洋を越えて航海することが可能になった。ハドソンが上司に提出した 報告書によると、マウリチュース側、現在のハドソン側で遭遇した、先住民族と小規模ながら、毛皮との物々交換を行ったとある。マウリチュース側の名前は、オラニエイコールナッサウケの貴族で、スペインに対する80年戦争を指導した、オランダ総督マウリッツにちなんで名付けられた。ヘンリー・ハドソンが1609年に、新しい貿易資源について書いた。 報告書の通りに開発できる見込みは、ハドソンが発見した川沿いを探検する危険性を危惧していたオランダ人個人貿易業者を借り立て動機となった。1610年には、モニケンダムの最面ランベルツマイがマウリチウス川を遡って商業遠征を行ったことだけが知られていた。次の1611年と1612年。 さらに1613年と1614年には、アドリアン・ブロック、ヘンドリック・クリスチャンズ及びコーネリス・ジャコブズ・マイが、ハドソン側の商業遠征を行い、ケープコッドからデラウェアーンまで海岸線と河口を調べて、地図を作った。これら探検家の何人かは、今日の地名に名を残している。例えばブロックは、ブロックアイランドに、マイは、ニュージャージー州ケープ名に、 またその共同経営者、対面ジャコブズ品ンペンは、デラウェア州ケープヘンローペンといった具合である。しかし、クリスチャンズの名前をもらったヘンドリック・クリスチャンズ・アイランドは、ノーマン・アイランドと名前を変えられ。これらの1609年から1614年の探検、測量及び地図作りの成果は、アドリアン・ブロックによって一枚の地図にまとめられ、1614年に、 議会に提出された。この地図では、ニューネーデルラントを初めてこの名前で呼び、ハドソンガー流域で競合する貿易会社にも配布された。これらの会社はという名前の新しい会社に統合された。1614年3月17日、議会は北緯40度から45度の間で排他的な交易を許可し、新しい国、港及び、 経路の発見者には4公開分有効であるという布告を出した。これに対する反応として地図と詳細な報告書が提出された。公開は他のすべてのオランダ商人を排除した貿易特許を与えた後3年以内になされるべきとされた。ニューネーデルラント会社が1614年10月11日に特許を獲得し1618年1月1日までと された。ニューネーデルラント会社は1614年、1615年、および1616 16年にモニケンダムの船長、コーネリス・ヘンドリックスに命じて、デラウェア地域を測量させた。しかし、北緯38度から40度の間は議会による排他的な特許を得ることができなかった。ブロックが1614年に本国に帰還するとき、コーネリス・ヘンドリックスが現地に泊まり、 北、アメリカで建造した船、オンラスト号、すなわち、トラブル号の船長に指名された。トラブルは、ブロックのヨット、タイガー号が1614年1月に火事で消失した時、マンハッタンの近辺で代替船として作られた。アドリアン・ブロックはこの後ニューネーデルラントに戻らなかった。コーネリソ・ヘンドリックスが行ったズイド川、デラウェア川の探検図り、上流から、 川口の湾までを含んでおり、その記録が1616 16年の地図に残された。1621年、オランダとスペインの間の急戦終了とともに、オランダ西インド会社、1621から1793年が、オランダ議会より直居場を受けて設立された。それは1606年に作られた、概念直居よりも全体制用、アフリカ西海岸から、 アメリカ大陸までを包含する広大な目的を持ったものだった。1621年でも、なお、会社の精神的創始者、ウィリム・ウッセリンクの狭い目的を包含していた。ウッセリンクは1600年から1606年の間に、新世界における植民地を創設する際に牽引力となる会社の核を作り上げた。1620年、ウッセリンクは、 その主要な考え方を拒否した議会に対して最後の訴えを行った。その結果、大西洋という広大な部隊で軍事目的と利益追求という会社の重要な目的に属て植民地建設が第三番目の地位を得ることになった。かくしてニューネーデルラントは議会のままことなるように運命づけられ、1630年にポルトガルから力で奪った。 オランダ領ブラジルを1654年明け渡すまでこの状態が続いた。オランダは世界で一番砂糖を生産できていたブラジルを失って遅ればせながら北アメリカにおけるニューネーデルラントの国家建設に集中することになった。北アメリカにおける植民地建設の準備のために西インド会社は1621年、1622年、 および1623年にニューネーデルラント内で活動するあらゆる私有商業的集団を呼び集めあらゆる私的な利益追求を無効化しこの地域の唯一の法的手段である海洋法も無効化した海外植民地としてのニューネーデルラントの移民と成長は毛川公益から得られる利益によって一部財政的に裏付けされた 植民地における西インド会社の財政的危険度を最小にするため、毛川交易は西インド会社の独占とされた。アドリアン・ブロックの探検隊は最も初期に原住民との毛川の交易を始めた。1613年、彼が率いるタイガー号が火災にあったため、ハドソン川沿いに宿泊小屋を建てた者がニューネーデルランド内で最初期のオランダ人の住居となった。 毛皮商人のは1613-1614年の冬をマンハッタン島で越した。彼は罠で捕らえた動物の毛皮の取引をオランダの代表者として現地のネイティブアメリカンと行った。彼は現在のニューヨーク市域に初めて住んだヨーロッパ人となった。1614年に発行された四業によるニューネーデルランドの商業開発を許可する。 貿易特許を受けて、売人たちは、ハドソン川上流、現在のオールガニの領域であるになっさう砦を建設した。これは、ハドソン川への侵入者を防ぐ要塞と、ネイティブアメリカンとの毛皮取引のための交益書を兼ねていた。しかし、この島では夏になると洪水が発生することから、交益書として適さないことが分かり、貿易許可が無効となった1618年に、 ナッサウトリデは放棄された。他の公益所はスケネクタリなどにこの時期に建設された。1624年5月、オランダ西インド会社はニューネーデルラントのノーテンアイランド現在のガバナーズアイランドそしてオラニエトリで、現在のオールバニに最初の移民、主に南オランダ、すなわちワロン人を運んだ。移民はアムステルダム、 ハールレム及びライデンのワロン社会の出身であり、30家族いた。移民を運んだのは、ニューネーデルランド植民地の最初の指導者、コーリス・ジャコブズ・マイの指揮になる船、ニューネーデルランド号であった。これが、ニューネーデルランドで最初のヨーロッパ人による永続的な定住の始まりとなった。1625年6月、さらに45名の移民がガバナーズアイランドに降り立った。 乗ってきた三隻の船の名は、馬、牛、羊であり、103頭の馬、巨生牛、メウジ、さらに多くの豚や羊を運んできた。1624年の最初の入植は成功であった。最初の指導者前は、ウィレム・ベアファルストと交代した。1624年に、入植者たちは、ノーテンアイラントに砦を建設し、後のニューヨーク州の始まりの地となった。 ニュージャージー州、コネチカット州及びデラウェア州を含め、いわゆるニューヨーク3州地域の始まり。翌1625年にマンハッタン島にアムステルダムトリデを作り、後のニューヨーク市の始まりとした。これより、前の1614年に最初のナッサウトリデがハドソン川の上流、キャッスルアイランドに作られたが、浸水被害を受けたため1618年には、 放棄されていた。最初に送られた植民団のうち何十名かが、この地の植民を再開すべく1624年に、ナッサウトリデの島から3キロメートルほど離れた本土にを新たに建造した。このトリデの北には、毛川商人たちのコミュニティであるが後になって建設された。これらは、後のニューヨーク州州都オールバニの始まりであった。ナッサウトリデと、 オラニエトリデの名前は、オランダ共和国の様々な地区の総督として、役職を独占した、オラニエイコールナッサウケにちなんで名付けられた。デラウェア川では、ベアハルステンアイランド、あとの2を作った。またコネチカット川には、またはハウスド・ホープトリデを1633年に作り、今日のコネチカット州ハートフォードの始まりとった。他にも、現在のニュージャージー州、 グロースターにはが1627年に建造された。これら砦を作った主要な目的は侵入者から川の交通を守ることであり、先住民族と毛川交易を営むことであった。1624年にガバナーズアイランドに入植した開拓者たちは、その年の明白な命令により、北、アメリカに法的権利として、寛容の精神を持ち込んだ。開拓者たちは、 態度と礼事によって、先住民族や信仰のない者を引きつけ、神の言葉、その信ずる者で人を迫害してはならず、すべての者のをその善悪の判断力のままにしておくを実行しなければならなかった。この教えは、1579年のユトレヒト同盟、すなわちオランダ共和国の設立主意書から引き出されたものであり、すべての者のは宗教的に自由なままであり、 いかなるものも宗教のために迫害されたり、少査されたりしてはならないとしていた。この声明は当時の世界では斬新であり、1642年にオランダ領ブラジルのレシフェに西半球では初めてのユヤ教会堂を開設する時も、また1655年のニューアムステルダムでアシケナジム、東欧系ユダヤ人と、 セファルディム、スペイン系ユダヤ人の定着を公式に認めるときも、その歴史的な基盤となった。さらに、オランダの法律と条例が、1624年のガバナッツアイランドに入植した開拓者たちに与えられた最初の指導書の中にも参照されていた。このことが、ニューヨーク三州の伝統に根幹として入っている、法的文化的体系となっており、究極には、 アメリカの多元的共存性と自由につながっている。1658年、フランシスカス・バンデン、エンデンが、ピーター・コルネリス・ゾーン・プロッコイを伴って、ニューネーデルランと、もっと正確に言えば、現在のデラウェア州の地域で、ユートピア開拓地計画のために働いた。1663年、プロッコイと41名の開拓者が、デラウェア湾に向かい、スワーネンデールの近くに、 新しい開拓地を作った。1638年、スウェーデン政府は、かつて、オランダにシンド会社を引き、ニューネーデルランドの総督であったによる手引きで、ニューネーデルランドの領土が宣言されていた、デラウェア川流域に、ニュースウェーデン植民地を創設した。ミニュイットは、ニュースウェーデン最初の総督に任命された。ミニュイットは、 デラウェア側の東側にはニューネーデルランドの権利が確立されているが、西側はまだ確立されていないことを知っていた。はじめにが建設され、ここを拠点に周辺へ入植地を拡大していった。しかし、1655年、スウェーデン本国で北方戦争が始まったため、オランダはこの機にニュースウェーデンの領土を奪還にかかった。 1655年9月15日にはニュースウェーデンはニューネーデルランドに併合された。この後もスウェーデンからの入植者たちは自治権が認められた。しかしニューネーデルランドがイギリスの手に移ることによってこの状況は終了することとなった。ウィリアムウッドの1634年に制作した地図には初めてケープコットがニューイングランドの一部として示されており、 イギリスの開拓地がニューイングランドからニューネーデルラントに行ってきた証拠となっている。オランダが領有権を主張する広大な領土を軍事的に守ることができなかったので、イギリスの開拓者が溢れ出てくることに対して抗議するしかなす術がなかった。1638年のニューヘイブンの設立で席が切れ、イギリス人開拓者がニューヨークやロングアイランドまでも入ってくるようになった。 1650年ので、ニューネーデルラント総督のストイフェソンとは、コネチカット川領域をニューイングランドに割上し、新たな東の境界をコネチカット川川口の西、50オランダマイル、ロングアイランドのオイスターベイのすぐ西に設定した。オランダ西インド会社は条約そのものを認めなかったが、イギリスとの交渉で何の妥協点にも到達できなかったので、条約が規制事実となった。 1664年3月、イギリス国王チャールズ2世は、ニューネーデルラントを併合する決定を下した。教会と国家双方において一つの政府のもとに置き、このイギリス本国のように、イギリス人の政府を打ちいることとの指示を出した。これに直面した、オランダにインド会社の支配人は、植民地の宗教的自由が継続され、ニューイングランドに対する、 軍事的防御を不要にしていたことで慰めるしかなか。この支配人は、ストイフェさんと総督に次のように書き送った。我々は、ニューネーデルラント北部のイギリス人が前日の理由で、ほとんど、イギリス本国から移住してきたように、彼らがこれから先も我々に問題を起こさないように、期待する。彼らが我々の主権を取り除いて、以前に、そこから逃げてきた政府のようにしてしまうよりも、 自精心で我々との平和を保ち自由に生きることを好むと期待している。1664年8月27日、イギリスの4隻のフリゲートがニューアムステルダムの港に入ってきてニューネーデルラントの明け渡しを要求した。以前に多くの市民が先住民族による悲しむべき虐殺に対して適度な守備兵を排して守ってほしいという要求を 伝えたが、これが無視されていたので、このイギリス戦隊にも何の抵抗も示されなかった。十分な守備兵や武器弾薬が不足したままであり、隣人のイギリスとハートフォードを植民地政府による、打ち続く、圧力、脅威、侵略に対して、兵士や艦船を増強してほしいという度重なる、喫緊の要請に対しても、西インド会社からは無関心な反応しかなかったので、ニューアムステルダムは、 無防備なままであった。ストイフェさんとはこの逆境の中で最善の努力をし、あまりに強力な敵から有利な条件を導き出した。ニューアムステルダムの占領は、イギリスとオランダの間の第二次英乱戦争に、つながる一連オランダ植民地への攻撃とは、趣きをことにするものとされた。権限以上の交渉の席で、ストイフェさんととその委員会は、 第8条の慣用の原則を確保した。そこでは、ニューネーデルラントの人々が、イギリスの支配下においても、宗教的自精神の自由を保ち享受すること、とされていた。1667年のブレダ条約においても、オランダは、ニューネーデルラントに対する、領有権を主張しなかった。以前のまま、南アメリカ北岸のスリナムとランのナツメグ島の、オランダの選挙が継続された。 決定的な解決にはならなかった。6年のうちに、両国はまた戦争を始め、1673年8月、オランダは、当時の北アメリカでは、最大の21隻の艦隊で、ニューネーデルラントを再占領した。その艦隊は、オランダにシンド会社のゼーラント室の、ラドスペインシャネリス、ピーター・ヒューバートによって送り出されたコーニリス。 エバート船副帝徳が指揮する戦隊であり、もう一つ、ジャコブ・ビンクスの指揮するアムステルダム室の戦隊がいた。占領部隊は、知事にアンソニー・コルブを据え、1672年にオランダ総督となったオラニエ公、ウィレム、ウィレムは168年にイギリス王となったにちなんで、町はニューオラニエと改名された。しかし、第三次英戦争の終結後、 オランダは財政的にも精神的にも破滅した。ジェイラント州はコラント州を説得してニューネーデルラント植民地の責任を取らせようとした。1674年11月が結ばれて第3次エーラン戦争が終結し、ニューネーデルラントは完全にイギリスに割れ譲れた。ニューネーデルラント植民地とニューオラニエの町の名前はニューヨークに変えられた。 ニューネーデルラントはアメリカの文化にも政治にも豊富に永続する遺産を残した。多分最も意味あることはニューアムステルダムにおける多元的共存性の富に導いた文化的及び宗教的寛容の影響であろう。この寛容さは本国オランダの基盤となっており、オランダは周辺の官僚政治や独裁政治から逃れてくる民にとって天国であった。1682年、 バージニアに移住したウィリアム・バードは、ニューアムステルダムについて、アムステルダムと同じくらい多くの宗派が存在すると言った。この宗教的自由は、イギリスの支配下になっても、権限異常条項のもとに保護された。オランダの影響は、ロードアイランドからデラウェアにかけての地域で、今日でもオランダ語の地名として残っていることからも、伺える。以下はその例である。さらに、 多くのニューヨーク市民はニューネーデルラントのオランダ市民の直系子孫である。例えば二人の大統領を生んだルーズベルト家は1650年頃にオランダのハールレムから移民したクライバン・ローズベルトの子孫である。マーティン・バンビューレン大統領を出したバンビューレン家もニューネーデルラントに起源を発している。また、ニューヨーク市の四季の色はを 白及び大々色であり、オランダの国旗と同じである。この色は、ニューヨーク州ナッソー軍の旗、2階のニューヨーク、バンコク博覧会の機材、及びニューヨークメッツのユニフォームにも使われている。ハドソン川渓谷に入ったオランダの民の民話に、触発されたワシントン・アービングは有名な2つの短編、リップ・バン・ウィンクルと、スリーピー・ホローの伝説を書いた。 これは19世紀初めまでオランダの文化が残っていたことを示している。オランダ語の方言であるジャージー・ダッチがニュージャージー・シューバー・元軍及びパサイック軍で20世紀初めまで話されていた。植民地のラテン語名のオーボム・ベルジェムあるいはノバ・ベルジェカはオランダ共和国時代に存在したベルギー、ベルジェム・ホーダートムのラテン語名から来ている。オランダはラテン語ではベルギウム。 ベルジェムであり、当時17の州があったが、南部の10州は、スペインの支配下にあって、ベルジェムリージアムと呼ばれた。北、アメリカでは、オランダの植民地はオランダ語の名前のまま、ニューネーデルラントと呼ばれたが、地図上では、オランダ共和国あるいは、ベルジェムホーダートムの領土的拡張と捉えられて、ノーボムベルジェムのような表記法が取られた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。